はい、皆様こんばんは。11月の3日午後5時52分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日祝日でございますかね、文化の日でございましょうか、の配信を行っていきたいと思いますけれども、昨日ねお伝えしておりました通り、私ビットマン TV は今日昼間の仕事をね、お休みとさせていただいておりました。ですから先ほど、ちょっと家族と出かけて、今しがた自宅の方に戻ってきてからのというところでございます。ですから今日は、はい、配信時間がね、休みということで、かなり早い時間になっているのかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、昨日のね、冒頭部分で、皆様には言っておりましたけれども、メンタルマネージャーがね、まあ、とにかくファンタジー野郎でございますよ、世界に行きたいということでファンタジーをね、持っているわけでございます。彼はよろしくお願いいたしますね。まあ、ファンタジーと言ったらね、ちょっと失礼かもしれませんけれども、まあ、とにかく、全てを投げ出して、一人ぼっちになりたいというふうにね、言い出し上がりましたから、よろしくお願いいたします。ですから私は今、言った通り、メンタルマネージャーは今ね、メンタルマンというよりもファンタジーマンということで、皆様にね、ご理解いただいているのかなというところでございます。で、まあ、あちらでございます。まあ、ファンタジーと言ってもね、まあ、できないことはないですからね、世界をね、ぐるーっと回っていく。まあ、やってる方もね、いますから、普通に。ですから、まあ、ファンタジーというわけではないんでございますけれども、今のね、私とメンタルマネージャーが置かれている状況を考えるならば、ファンタジーレベルかなというところでございます。はい。まあ、実現がね、できれば楽しいところでございましょうけれども、普段の生活でいろいろなものがございますから、そこをね、投げ切れるかどうかというところが、これまたポイントになるというところでね、収めていただければ、皆様の心の中に収めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、何のことをね、言ってるのかというふうに思った方がいるかもしれませんから、この動画の一個前、一個前に、の冒頭部分で、今もうとにかくメンタルマネージャーがね、まあガチめにやられているぞという話をしましたよ。ですから、それを聞いていただけたらね、何のことがわかると思います。で、おコメントの方もね、本当に皆様からいただきました。読みました、読みました。まだ返信はね、私の方ではしてないんですけれども、読みましたよ。いろいろなね、メンタルマネージャーを、まあ、元気づけるような。おコメントをね、皆様からいただきまして、本当に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。私の方からも、本当に皆様の方にね、お礼を言いたいなというところ、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり、意識的にはね、皆様から見ると、ビットマン TV は、私ビットマン TV と、そして、メンタルマネージャー二人でもう一つなんじゃないかというふうにね、やっぱりこう、認識をしていただいている方が多いのかなと、それを、ね、コメントとしていただいて、ビットマン TV としてはものすごくやっぱり嬉しかったですよ。やっぱり初めはね、私一人でコツコツやっていたわけでございますけれども、その中にね、メンタルマネージャーがプリッとこう入ってくださいまして、もう今となっては本当に、このビットマン TV という配信自体が、私とメンタルマネージャー二人のものだよねっていうふうにね、まあ、ご理解をしていただいているところが本当に嬉しかったところでございます。ありがとうございます。で、あとはメンタルマネージャーにね、まあツイッターもやっております。メンタルマネージャーもちょっとツイッター開いておきましょう。開きたいでございます。はい。ツイッターの方私、ビットマン TV という形で、同じようにやらさせていただいておりまして、フォローしている方がね、10名様いらっしゃるんですよ。だから、ま、いろんなニュースを取り上げたりとか、取引所とかね、そういったところを私自身がフォローしているんですけど、この中に、メンタルマネージャーというものも当然フォローはしております。ですから、一応見ておきましょうか。こういった形。はい。ここでございますね。メンタルマネージャーいらっしゃいます。はい。開いていただくと、122名の方がね、メンタルマネージャーをフォローしてくださっておりまして、まあ、100名様以上をね、フォロワー様として集めること自体も、結構難しいと思いますやっぱりね。だから、まあ、これをね、メンタルマネージャーが個人として独立させてね、動かしていったら、それはそれでまた面白いんじゃないかなというふうに思うんですよね。ほら、今メンタルマネージャーは私がツイートしたものをね、こうリツイートしてくれたりとかしているんですよ。で、まあ言っちゃうと、まあこれ前もね、メンタルマネージャーね、言ったんですけども、この122名のフォロワー様というのは、基本的にビットマン TV のフォロワー様からこう流れた方が多いのかなというふうに思う。だから、私はメンタルマネージャーに言ったのは、いや、メンタルマネージャー独自のね、何かしら視点でいろんなものをツイートしてみても、本当にいいんじゃないのと思ってるんですよ。だから、メンタルマネージャーがメンタルマネージャーとして一つバーンと確立させていけば、それはそれでビットマン TV のね、強力な武器にもやっぱりなるかなというふうに思うんですよ。だから、特に、まあ最近であればですよ。ビットマン TV がね、専属大会開きますよとか、ビットゲットさんの方で、KCGI に参加しますよっていうふうに、まあビットマン TV 言ってるじゃないですか。だから、メンタルマネージャー、個人に対しての、ファンをね、つけていくっていうのを一つツイッターを武器として、ツイッターを、発端としてやっていってもいいんじゃないかというふうに言ってたんですけど、なかなか彼もね、だからそういったところも含めて彼は昨日の話の続きなんですけど、こう悩んでいるところがあるのかなと。だから私がそういうところを言うと、やりたいんだけど続けられないっていう自分がいるのでというところでございましょうね。だけれども本当に、
メンタルマネージャー一人と個人としてね、こういったツイッターとかを動かしていけば、ね、なんか私は思いますよ。彼は本当に面白いですから、メンタルマネージャーというだから私を入り口としてではなくて、彼個人がファンを集めていくような状況におそらくできるんじゃないかなというふうに思うんです。で、一緒にビットマン TV と、仮想通貨業界の配信やってますよというふうに言ったら、メンタルマネージャー入り口でね、ビットマン TV ということも、ビットマン TV という人間も知っていただけるような状況にはやっぱなるんじゃないかなというふうに思いますので、やっぱそういったところも含めてね、まあ頑張ってほしいと。まあ頑張るという理論は昨日ツイッターでもね、私つぶやいたんでございますけども、まあそもそも頑張るっていうふうに思っている時点で本心としてやりたいことではないよねっていうちょっと極論的なね意見を私言っちゃったんでございますよ。だけれどもまあそれもあるのかなと。ただまあ初めはねまあきついと、どんなこともまあそう思いますよ。だって初めからやりたいことがね、昨日配信でも言いましたけれども見つかっている方の方が珍しいと思うんですよ。ただやっていくことが徐々にやりたいことに変化していくってことはあると思うんですよね。だから初めやりたいことではなかったけれども、それはちょっと続けて頑張ってみようかいなというところ、やりたいことではなかったけれどもね、頑張ってみようかいなという形でちょっと続けていっていたら、徐々にそこに対して興味が湧いてきて、もっと深掘りしていきたいという意識が出てくる可能性がまあありますよね。そうなるとそのちょっと手をつけたものが少しねやっぱり人間って詳しくなるとそうなると思いますので、例えば YouTube とかもそうですよ。初めはこれね何遍も言ってますけど、めちゃめちゃきついですよ。めちゃくちゃきついと思います。やっぱり、だけれどもやり続けていくことによってやっぱり数字として成長していくっていうのも見れますし、やっぱ YouTube を配信するという要領もわかりますしね。あとはご視聴者様がやっぱりいろんなことを教えてくれるじゃないですか。だからそういったところも含めて、もう私は当然ですけど、私はねまあ珍しいタイプって言っていいのかな。私は、やりたかったんですよ。初めはそういう意識はなかったんだけども、ちょっとパッと手を出してみたら、いやこれはちょっとやりたいなと。まあ前々から皆様に言っておりますけれども、10万名様をねやっぱりこうビットマン TV GO にグリッとね集めて、バーッと巨大戦艦を作っていきたいと、これもずーっと思っておりますから、はい。口には最近出してませんけど、間違いなくやっぱり私の到達目標点というのは10万名様、そこをまずは第一目標としていきましょうと。だからまだね、道半ば、続けていくことが重要なんかなというふうに思いますので、やっぱり当然やっていくというところが私の芯にあります。ブレないです。これはもう軸としてあるということでございます。だから、まあ話がね、こう、まあ前後してあれなんでございますけれども、やっぱりか私はまあそういった意味で言うと珍しかったのかなというふうに思う。ただ、普通はね、こう、やりたいという入り口から YouTube に入る方っていうのはそう多くはないかな。まあ、動機としたらね、こう、例えばお金を稼ぎたいであるとか、そういったところ、本当にこう、まあ、なんだろうかな、こう、暇つぶしでこうやってみるとかね、いう方も多いんじゃないかなというふうに思います。それは、まあ、ある意味ですよ。やりたいという気持ちから動いている行動ではあまりないじゃないですか。だけれども、やり始める発端はそういったもの、何でもいいと思うんです。マジでこれは思います。何でもいい。別にいいと思うんですよ。お金を稼ぎたいからやりたいとか、そういうなんかカッコつけてね、なんかこう、わかりますね。ビットマン TV みたいにカッコつけて、そんなことはしなくていいと思うんですよ。動機は何でも OK。ただ、それをこう、本当にこう、やっていき続けさえすれば、まあ言っちゃうとね、努力すればそれが自然とやりたいことに変化していくっていうことはこれは多々あるよっていうふうにやっぱりビットマン TV 思いますから、だから何でもかんでもね、初めから毛嫌いせずにチャレンジしてやってみるっていうことはそれは言ってるいう意味はわかりますよね。入り口としてだから動機は何でもいいから、こうぐちゃぐちゃ考えてるよりもまずはこう小さな一歩でいいからまずやってみてよという感じでございます。これは今ね聞いていらっしゃる方でいろいろこう考えすぎてなかなか行動に移せないんだよねっていう方はいいんです。本当に小さな一歩でいいんでやってみてください。例えばじゃあ YouTube じゃなくてもいいです。一発目 YouTube じゃなくてもいいんで、例えば Twitter で自分なりに発信してみるとかやってみたらどうです。なんか面白そうじゃないですか。いいんですよ、この発信ってかっこよくね、捉えがちかもしれませんけども、自分が思ったことなんかちょこちょこつぶやくだけでもいいんですよ。ね、ツイッター作ってるけれども、ね、リツイートばっかしかしてないよっていう方もいると思うんですけども、例えばそこに対して、自分の発信力を持たせるものを、まあ言っちゃうと作ってるわけですから、もう今持っている方はね、作っているわけですから、ちょっと一個やってみようかなっていう感じ。で、誰から批判されるわけでもないじゃないですか。そうでしょ？なんか、それが怖いってもしかしたら思う方がいるかもしれませんけども、んなもんはどうでもいいんですよ。はっきり言いますけども、んなもんはどうでもいいです。批判なんてんなもんどうでもいいんですよ。はっきり言いますけれども、だって自分のね、持っているもので、自分の考えを発信する。これ何が悪いんですか？いいじゃないですか。だって人間って人それぞれ考え方が違う生き物ですよ。だから批判される別にいいじゃないですか。その人と考えが違うんだよねっていう形で横にそっと置いておけばいいんですよ。そういう風な状況になってしまったら。だからもう本当にこうなんか私が思いたいのはね、そうだから YouTube とかそういったものはちょっともしかしたらハードルが高いなと思うかもしれませんから、じゃあそこに手をつける前にちょっとこう Twitter とかで自分なりに発信をする頻度を高めてみようかなというふうにやっていって、徐々にフォロワー様がついてきたらめちゃくちゃ面白くなってきますから、本当に。フォロワーだって興味がないんだったらフォローされないわけじゃないですか。でもフォローしてくれる方っていうのは少なからずともあなたが思う考えにちょっとでも賛同してできるなっていうところがあると思うんでフォローしてくれてると思うんですよね。ですからそういったところも含めまして一つ、
こうやってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ全くねそういったところに興味ないよっていう方はまあ別にこう手をねつける必要はないかなというふうに思いますけども、少しでもなんかこうやってみたいなって思う気持ちが あるんだけどもと、YouTube とかをねやってみたいなと思う気持ちあるんだけれどもハードルだなと思う方は Twitter とかものすごく、やりやすいとは思います。本当にパーッと活字で打つだけですからやりやすいとは思います。よろしくお願いいたします。でその際に私自身が思うのはね、やっぱり Twitter っていうのはこうなんていうんですかね、本当に自分が考えてる考えを発信していく場だと思うんですよ。だからあのイエスを取りに行くようなツイッターとかはまあいらないと思います。私も気が向いた時にねお酒飲みながらなんかちょっとこういろんなことを考えててふと思った時にツイッターで人生ってどんなもんなのかなと、私ビットマン TV が考える人生っていうのはこういう人生って大きなこと言ってますけども、例えば継続するとかあの頑張るとかね、そういったことって何なんだろうか、ちょっと哲学的な話にちょっとなってきますけれども、私がツイートすることはね、ちょっと哲学チックな、なんかお前言ってること難しいよみたいな風にね思う方もたくさんいるとは思うんですけれども、なんかそこに対してだからつぶやくことに対して皆様の賛同というよりもこうイエスを取りに行くわけではなくて、私が本当に思っていることをあそこでつぶやいている。だからイエスを取りに行こう、イエスを取りに行こうとすると、ツイッターの多分意義がなくなってくると思いますから、本当に思ったこと言っていいと思いますよ。ね、こうムカついたことをバーッとね、ガーッと書き並べていく。でもそのあなたがムカついたことに賛同する方っていうのはわかりますよね。まあツイッターだからね、まあ大体日本の方がこうに向けての発信になるかなと思います。日本語、まあでも翻訳もあるかな。まあ世界中ってまあ言ってもいいでしょうね。まあでもメインは日本の方がメインかなと思います。で日本の人口を考えたらね1億人は突破しているわけじゃないですか。そういったところを考えていくならば、その中でいいですか、あなたがねあの自分で思ったことをバーッともイエスを取らずに自分が思ったことをバーッとね、書き殴ってですよ、賛同する方たくさんいると思いますよ、はっきり言いますけども。でその流れの中で、あフォロワー様が増えてきたからちょっと YouTube もやってみようかなみたいな、だって今まではずっと例えばねこう活字であの、ツイートつぶやきをしてたんだけれども、そういった活字じゃなくて、生の声でそういった考え聞きたいよっていう方も多分いると思うんですよね。そっから、YouTube チャンネルっていうものを作っていってもいいんじゃないですか。だから入り口が違くても、結局到達する場所は一緒ですから、いいんじゃないかなっていうのを思うんですよ。だから、とにもかくにも言いたいのは、すべての物事をね、悩んでいる方、やっぱり当然たくさんいると思います。人生って何かな、やったことを思う、ね、やったことが言っちゃうとうまくいかないなーっていう風に思っている方がいたりとか、お金稼ぎたいんだけども何やればいいかわかんないなーとか、そういう風に、こうね、頭の中でいろんなことをガーッと工作させて考えていけば考えていくほど考えるのがめんどくさくなって、何も変わらずにずーっとしたね、今までと変わらない日常を送る方っていうのがたくさんいると思うんですよ。わかりますかね。ですから、そこに一つ飛び出していくためには、一歩を踏み出せないと飛び出せないっていうところがありますから、だからその一歩っていうのを皆さんがね、大きな一歩じゃなくて小さな一歩でいいですが、何かしらちょっとやってみるっていうのは本当に一つアイデアで、メンタルマネージャーにこの配信を通じて言いますけれども、そういったところですよ。だからメンタルマネージャーが独自のね発信をしてみてもツイッターの方でいいんじゃないのっていうふうに言ってるのは、ビットマン TV が言っているのはそこでございます。別に重く受け止める必要ないです。別にビットマン TV のイエスを取りに行かなくてもいいんですよ。そんなねダサいことはしなくていいんですよ。視聴者様のね、ビットマン TV の視聴者さんに対してのイエスを取りに行こうなんて思わなくていいんですよ。じゃあもしねメンタルマネージャーという名前がついてるから、そこに対して気になるんであればいいじゃないですか。全然関係ない名前で一つやってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねまあ動画を通じて普段会うんです、明日も会うんですけれども、動画を通じてね言いましょう。で今メンタルマネージャーに言っていることもいいですか、今この動画を聞いてらっしゃる視聴者様に言っていることも全く同じでございますから、全く同じ考えてみてくださいよ皆様。ビットマン TV もね去年の2月の17日だったかな、 YouTube チャンネルを立ち上げましてですよ。当たり前でしょ？初めはね、5名様とか6名様から始まったんですよ。で、いいですか？そっから10名様、20名様って視聴者様が増えていきまして。で、どれぐらいだったかな？開始して2、3週間ぐらいで100名様をね、突破したような形で。それは、言っちゃうとね、まあ運も良かったと思いますよ、やっぱり当然。この仮想通貨業界というところが大盛り上がりを見せていた時期とちょうど被り出した時期だったんで、やっぱりその流れの中でね、ご視聴者様が増えてくださいまして、チャンネル登録者様がね増えてくださいましてということで、2、3週間ぐらいでね100名様を突破したということでございますよ。でそこからね、どれぐらいだったかな、結構早い段階で、2、3ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、1ヶ月ぐらいだったかな、1000名様をね、登録者様突破するような形で、結構早いね、言っちゃうとこうスピード感のある、チャンネルの成長を遂げていってたわけじゃないですか。だけども、それがすごいでしょとかそういうわけではなくて、何事もそういった流れもやっぱり何事も小さな一歩だったんです。私がチャンネル立ち上げてごね、お一人様増えていって、お二人様増えていって、で5名様10名様って一歩ずつ一歩ずつ作っていったというところがありますから、これは小さな一歩から徐々に大きく大きく大きくなっていったわけです。で今ね皆様ご存知の通り、ビットマン TV ですよ、チャンネル登録者様がね本当にありがたいことに、まあ去年の
11月の、19日だったかな、11月の何時か、もうすぐですね、登録者様が1万名様を突破した記念日、になりますよ。うん、そこからね、なかなかこう、伸び悩みが起こっているんですけども、もう、ビットマン TV はね、これは前も言いましたけれども、そこに悩んでたってしょうがないと。私がやるべきことは、配信をし続けていくしかないんだから、そこに対してついてきてくれる方をね、本当に大事にしていこうと思いました。で、それをね、やっぱりやっていくと、うん、仮想通貨業界のお人がまた増えてきて、そこのビットマン TV の考えに賛同してくれる方がまたぐりーっと増えてくればね、自然と、うん、やっぱり私がやっている、この配信にね、こうついてきてくれるような方がやっぱり自然と増えてくるんじゃないかなというふうに思いますので、私がやるべきことは、もう、今となって、まあ、小さな一歩というよりも、まあ、また小さな一歩ですよね。やっぱりこう、どういった小さな一歩かと言ったら、やっぱり配信を、まあ、たまにね、こう休んだりしますけれども、やっぱり配信をし続けていくっていうのが、今の私にとっての本当にまたまた小さな一歩になってますから、それをしっかり大事にしていこうかなというところでございますよ。OK でございました。ですから、まあ、うん、そういうところ。うん、だからビットマン TV も初めから、1000名様、2000名様、3000名様ってね、バンバンバンと言ったわけではなくて、小さな一歩から始まっていた。で、初めからね、聞いていただいている方であればご存知の通り、今はやっぱりほら進化しましたでしょ？初めは携帯でやってたじゃん。ですよ。うん。わかります？なんかね、YouTube って、そうなんですよ。格好をつけてね、なんかいろんな機材を揃えてやっていかないといけないんじゃないかと思ってる方もいると思いますけども、違うんですよ。ビットマン TV そういうことを考えるならば、小さな一歩踏み出したでしょ？携帯電話で初めやり出したんですよ。うん。携帯電話の、画面をね、収録する、技を習得しました。で、これはメンタルマネージャーから聞いたんですよ。で、その技を習得して、その次の日だったかな？もうすぐやり始めました。だから、小さな一歩踏み出したんですよ。なんでかって言ったら、分かってたから、ビットマン TV は。そんな、YouTube の機材をね、始めたらぐーっと、こう、準備をしてっていう時間がかかる。だ、その準備をする時間の間に、あ、どうしようかなって、やりたくない、やっぱりやめようかなって思う気持ちが出てくるのが嫌だったんで、小さな一歩なら早めに行くべきだろうと思って、手軽な携帯でやり出したんですよ。OK でございましょうか。で、ね、大きくなっていけば、いろんな機材、それも考えてます、来年は。うん、いろんな、ほら、オールナイトビットマンとかね、生配信とか、もう携帯じゃなくて、今、収録してるタブレットで撮ってるんですよ。だから、オールナイトビットマンとかちょっと画像が荒かったりするじゃないですか。うん、私とメンタルマネージャーが出ているけれども、ちょっと画像が荒かったりすると思うんで、カメラを買ってね、新しいちょっとカメラを買って、画像が綺麗な状態で皆様にお届けしたいなというふうに思いましたから、そういったものをちょっとこうね、準備していこうかいなというところで今話を進めております。だからそういった風に小さな一歩っていうのは本当に何でもいいと思うんです。本当に何かしらの行動をちょっと取ってみるっていうのが重要かなというふうに思いますので、これはさっきも言いましたようにメンタルマネージャーだけではなくてね、うん、何かしらやってみたいなと思う方は何でもいいからやってみてくださいっていうことでございます。はい、それをね繰り返すことによって思っても見ないご自身が思っても見ないね自分がめちゃくちゃいいですか、ご自身は変わらないかもしれませんけれども、周りの環境としてめちゃくちゃ変わる可能性はありますからね。これはまたまた面白い人生が皆様の元に訪れますよ。間違いないと思いますよ。だってさっき言ったようにね、ツイッターじゃちょっとやってみようかなとね、いう風に今配信聞いた方、思った方がもしかしたらいるかもしれない。ご自身の考えをいろいろつぶやいてみようかなって思う方がいるかもしれない。で、1年間ねちょこちょこ思った後に、あ、ほら昨日言ったじゃないですか、継続ですよ。継続ね、別にゴールがあるわけじゃないけど、本当に思ったことを、うん、なんかこう定期的にやっぱりこう最低1週間に3回ぐらいちょっとつぶやいてみようかな、思ったことなければまあいいやみたいな感じですよ。うん、ちょっと思ったことを頻繁にツイッターを使ってつぶやいてみようかなって思っていて、それをね振り返ってみたら1年、あ、続けられたわ。振り返ってみたらフォロワー様が2000名様、3000名様になっていたっていう状況もあるかもしれないですよ。そうなったら次のまたステップが考えられません？OK ですか？だから、初めから大きいことを成し遂げようなんて考えなくてもいいんですよ。一歩が出せない方はね。うん。OK ですか？別に、そこが重要なところではなくて、うん。形作られていって、徐々に、あ、なんか次こういうこともやったら面白そうだな。こういうこともやったら面白そうだなって、一つ一つね、こう、ベンチマークみたいなものを作っていけばいい。で、そこの流れに身を任していけばいいという形でございますので、OK でございましょうか。で、その延長線上に、もしかしたらね、お金を稼ぎたいなというふうに思って、やり始める方がいるかもしれませんけども、その延長線上にそういったものがやっぱりあるんだろうなっていうふうに思います。特にこういった YouTube であるとか Twitter ってですよ、そもそもタダでできるじゃないですか。だから無から有を生み出す、つまりタダからね、ただなものからお金を生み出す、まあ、いわゆる状態にさせるためには、いいですか、ただなものからお金を生み出させるものを作り上げるためには、やっぱりどうしてもこうなんて言うんでしょうかね、まあ、例えばツイッターであればフォロワー様であるとか、あとは YouTube であればね、ご視聴者様ごとね、ご視聴していただいている方がいるので、まあ、隠す必要はないですよね。広告がついて、それがちょっとしたね、まあ、本当にめちゃくちゃビビたるものですよ。ビビたるものですけども、まあ、ちょっとしたお金にね、こう皆様が広告を見てくださることでですよ、広告を見てくださる費用が入ってくるみたいな感じだから、無から有を生み
み出すにはやっぱり続けていくっていうことが重要、うん、賛同してくれる方をやっぱり集めていくっていうのも当然重要でございますからね。そういった風になりますので、だからお金を稼ぎたいなっていう風に思ってやり始めた方、うん、続けてみたらそういった状況が作れるぐらいまで成長するってことはありますからね。でさっき言ったみたいに1年間続けていったら、あこれかなり増えてきたじゃないみたいな、でいいじゃないですか。そこでこういったものをちょっと紹介させてくださいよと言ってやってもいいんじゃないですか。別にそれは悪じゃないでしょ。だって皆様が作り上げたツイッターの中で発信するだけですから、うん、こういった商品がね、例えばそれがステルスマーケティングとかだったらやっぱりあれかなと思います。例えばね、それぐらいね、あこれ言いましょうか、それぐらい大きくなってくると、何でしたか、企業の方からやっぱり案件系って来ると思うんですよ。ぶっちゃけた話、こういったもの紹介してくれませんかとか来ると思います。でその時にご自身で本当に例えば何かのものとかであればご自身で使ってみて、うん、使ってみて本当にいいなって思うものであれば、いや紹介してもいいんじゃないですか。だからそこに対する批判って別に起きることはないんじゃないかなって思います。うん、でただね、さっきも言ったね、ステルスマーケティングだとそれはわかりますよね。ステルスマーケティングだとそれはですよ、なんかせっかくあなたの考えに賛同してくれた方がフォローしてくれてるわけじゃないですか。そのフォロワー様にイエスを取りに行くっていういわゆる行動でしょ、言っちゃうと。わかります、ステルスマーケティングだと。だから案内してくれませんかっていう企業に対してイエスを取りに行ってるだけで、フォロワー様に対してのね、こう本心を見せているわけじゃないです、わけじゃないじゃないですか。だからそういったことをやると、なんかこう人ってやっぱり見透かされちゃってね、人が離れていくっていう状況になると思いますので、そこは正直にやってもいいと思います。だからビットマン TV も毎回言ってますけど、取引所のリンクですよ、ビットマン TV のリンクご活用くださいっていう風に言ってるじゃないですか。あれは私の本心で本当に使ってほしい、いや全部使ってますし、取引所としてはね使ってますし、やっぱりこうなんていうんですかね、アフィリエイトっていうことを別に私は隠す必要がないと思ってますんで、別にそのアフィリエイトって隠すこと、出すことが悪だとは思ってないんですよ。逆にそのアフィリエイトっていうことを隠すことがなんか私の中でモヤモヤする、うん、それいいじゃないですか。本当に使っていただきたいですし、よろしくお願いしますという形でね、やらさせていただいておりますので、だからそういったところをこうね、いわゆるステーマですよね、言っちゃった。そういった風にやっちゃうと、なんかこうね、聞いている方であるとか、例えばフォローしてくださっている方っていうのはもうはっきり言って大人ですから、わかるんですよ。見透かされちゃうんですよね、隠せば隠すほど。そんなにそれ以上にダサいことはないと思います。だからあなたの本心を出して、うん、いう風にやっていけば、隠そうとすると逆にめんどくさくなるからね、こういったことっていうのは。そうなんです。だから本心を出してパーンっていけばいいだけの話ですから、ここはね一つ参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。まず小さな一歩からやってみて、うん、思ったことをツイートするとかね、初めから YouTube やろうかなと思ってる方は YouTube 初めにやっていってもいいと思いますよ。ニコチャンネルのね、旅系 YouTuber の方のもう1000名様突破したので、まあ YouTuber と言っても全然差し支えはないでございましょう。うん、1000名様でございますからね。ニコチャンネルという方も、私ビットマン TV がこういったことをごちゃごちゃ言っていたらやり始めて、あれよあれよという間に、はい、自分の好きなことを言っちゃうと旅系でね、動画を撮って、1000名様のチャンネル登録者様、うん、突破したわけでございますから、そういった風になってるわけですよ。で、またさらにね、可能性がブワーッと広がっていっておりますので、うん、これはどんな方にとってもね、うん、どんな方でも絶対に、いや僕はね、てか私はとか、うん、いや自分はやれないよっていう風に思う方が、いややりたいんだけどやれないよって思う方いるかもしれませんけども、誰でもやります、大丈夫でございます、誰でもやります。はい、初めから大きい山を登ろうとしなくていいんですよ。小さい山からちゃやっていけばいいんですね。その小さい山っていうのは、うん、自分が、思い立った時に、また登ればいいって、その連続がいわないですか、うん、そのスポットの努力が結果振り返ってみたら継続しているっていうことになってるよっていう風に昨日も言ったじゃないですか。だからそういった風にね、あまり重く受け止めずに小さな一歩をとにかく踏み出してみてくださいということで、よろしくお願いいたします。でごめんなさいね、メンタルマネージャーのツイッターありますけれども、うん、このね、右上のフォロー、私フォローしてますから、フォロー中の横にメールマークがあります。もしよろしければね、メンタルマネージャーにエールの、おコメントを送っていただいたら大変ね嬉しい限りでございます。私ビットマン TV もね、よろしくお願いいたします。で、ごめんなさい、話ちょっと戻りますけれども、私の、こちらツイッターのトップになります。で、またね、いいでしょうか、私ビットマン TV 欲張りマンが出ますよ。こういったねことは隠すなというふうに言いましたので、先ほど、うん、言いましたので、何を言い出すのか、はい、私ビットマン TV の、クリスマス専属トレード大会が、ビットゲットさんの方で開催されるということで、ここはねよろしくお願いいたします。はい、一応大会のご案内に関しては活字で書いてありますので見ていただけたらなと。でビットマン TV のアカウントをねお持ちでない方、ビットマン TV のリンクをご活用いただいて、アカウントをビットゲットさんのアカウントを作成していただいた方のみの大会になっております。で昨日の時点で大会に参加してくれている方、まだ始まってませんよ、一応参加登録をしてくださった方が52名様、うん、いらっしゃるということで、ビットゲットさんのマネージャーのジンさんの方からね、連絡をもらいました。で大会開催は今週の金曜日ですから、明日、うん、明日の午後8時です、うん、明日の20時から開始されます。で、11月の19日まで約2週間の戦いでございますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、で、あとは200テザーのね先物講座の準
準備金と、先ほど言いましたように、ビットマン TV 経由で、アカウントを作成していただいた方が、この大会にはね、参加できるような形になりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、もしね、今、ビットマン TV で、作ってくださっている方は、大会ページ。はい。まあ、発見できない方は、ツイッターのトップの、この、クリスマス大会のご案内というところで、このパートナー.bitget 一番上のところですね。これを押していただけたら大会ページに飛びます。はい、こういった形です。今押しました。ですから、もうね、ビットマン TV の方で、のリンクをご活用いただいてアカウントを作っていただいている方は、このログインという画面をね、押していただけたら、ログインという左側の画面を押していただけたら、200テザーの準備金があれば、もう参加、登録できますよという形になります。で、これね、テレグラムの方でちょっと個別チャットでいただいたんですけども、ご自身がね、きちんと参加できてるかどうかを確認するのは、一回、ログインするじゃないですか。で、もう一回出ていただいて、再度ね、再ログインしていただいたときに、参加登録済みっていう風になっていれば、もう参加登録できているような状況になっておりますので、ここはね、そこで確認をしてみてください。よろしくお願いいたします。で、あとごめんなさい、もう一個。ビットマン TV 経由でアカウントを作っていない方は、まあ、どうでしょう。ビットゲットさん自体をね、お持ちでない方は、こちらの、大会用のページの右上の登録というところ、でこうね押していただいたらアカウント作成という状態になります。で、やめると、もしくはこの3本ライン、はい、右上のメニューバーがありますね。3本ラインを押していただいても登録という画面が出てきますから、ここでアカウント作成に入っていただけたらなと。で、大体ね、時間的にはものの1分ぐらいで、すぐ作れるような状況になりますので、そんなお手間もね、かかりませんので、ぜひともね、ビットマン TV のリンクご活用いただいて、こちらの大会の方にね、参加していただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、もしね、ビットマン TV 経由で、アカウントを作っていない方は、ちょっとお手間かかるかもしれませんけれども、別アカウントをね、ビットマン TV、のクリスマス大会に参加するための別アカウントを、作っていただくような形になるんですけども、こちらもね、ちょっとこうめんどくさいかなっていうふうに思うかもしれ、思うと思うんでございますけれども、もしよろしければね、作っていただけたら大変嬉しい限りでございます。で、もしよろしければその新しくね別アカウントを作ったものをちょっとこう本アカウントとして、こう動かしていただければ、来年再来年のね、やっぱりこうビットマン TV の、この専属トレード大会、来年もやっぱりこうお声掛けをいただいたらやっていきたいなというふうに思います。で、その時に総報酬額のね、やっぱり交渉ですよ。交渉するためにはやっぱりビットマン TV 経由で、アカウントを作っていただいた方のこういろんな取引、いいですよね、取引高とかそういったものがやっぱり報酬額に大きく関わってきますので、もしよろしければ、まあお手間じゃなければね、新しく作った、別アカウントの方を、ある程度こう本アカウントとして使っていただければ大変嬉しい限りでございますので、もしよろしければよろしくお願いいたします。使い方はまた変わらないと思いますので、よろしくお願いします。で、ごめんなさい。あと一つ。ビットマン TV 経由でね、作っていただけたら、先物の取引手数料自体がね、30% オフというような状況になりますので、別で作るときよりも、そういった意味で言うとね、大会に参加するしない以前の問題として、まあ 30% オフになりますから、まあメリットはね、あるんじゃないかなというふうに思いますので、ここも合わせてね、お伝えさせてください。ビットゲットさんの本体、本体あるじゃないですか。あそこで作るとビットゲットさんのね、あれですよ、あちら、何ですか？インターネットのね、ページですよ、ページ。ごめんなさい。ページで作ると、15% オフです。で、ビットマン TV の方で作っていただくと 30% オフですから、それだけでもね、お得にはなるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、ごめんなさい。一応、大会、初めて聞いた方もいるかもしれませんから、お伝えさせてください。はい。賞金のね、総報酬額、ここに書いておりますけれども、60名差から、まあ、から79名様は、総報酬額が6000テザー。で、下に書いてますけども、80名様を超えると一気にジャンプします。はい。一気にジャンプアップ。はい。1万テザーの、総報酬額になるということで、100名様を超えると1万2000テザー、120名様を超えると1万4000テザーという形になります。で、私ビットマン TV はね、やっぱりこう少なくとも100名様で、100名様で大会をね終えていきたいなというふうに思っておりますので、ここはもうぜひともねよろしくお願いいたします。はい。で、戻りましょう。商品に関しては、このツイッターのトップの方で今の6000テザーの時の今の、まあ、6000テザーですよね、6000テザー時の、商品を、ここに載せておりますから、よろしくお願いします。この靴とかはね、クリスチャンルブタンでございます。結構いい靴なんでございますけれども、こちらは、あれでございますね、やっぱりこうね、女性の方、男性の方にもね、やっぱり取ってほしいということですよ。やっぱり今回の大会のメインは何度も言って ごめんなさい、明日やっぱり開催されますからね、今回のメインはやっぱりクリスマスというところがやっぱりビットマン TV の中ではメインになってる。だからなんでクリスチャンルブタの靴なの、これは男性陣にも取ってほしい、なんでかって言ったら、やっぱり女性にね、やっぱり女性というのはいいものを着てね、化粧とか髪の毛ちゃんとしてですよ、でいい靴を履けばもうね、何段階も綺麗さがアップしますよ。これが女性ということでございますから、もしよければ男性
男性陣の方にね、撮っていただいて、例えば彼女さんであるとか、いつももしね、頑張っていただいてる奥様がもしご自宅の方にいるんであれば、奥様にね、こういったいい靴を一つプレゼントするっていうのは、ありなんじゃないかなっていうふうに思います。で、男性陣の方でもいいですからね、ルブタンの靴に関しては、男性陣の方でもスニーカーとかもありますでしょ、ありますから、そこでもいいかなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ですから、いいですか？例えばね、こういう使い方いいんじゃないですか？いきましょうか？旦那様と、奥様が、はい、同時に、このビットマン TV のね、大会に参加していただいて、よろしくお願いします。男性陣が、こうね、上位に入っていたら、ルブタンの靴を。うん。女性陣が、上位に入っていたら、ウルフギャングという形で、家族でね、二つゲットしていただく。これも夢じゃないでございますので、よろしくお願いいたします。そして、クリスマスの日に、ウルフギャングでステーキを食らう。どうでございましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そういった使い方もね、できるんじゃないかなというふうに思いますので、お願いいたします。で、JTB の旅行券とかもね、1万円じゃないですよ。10万円分ですからね。よろしくお願いいたします。10万円分。うん。なんかね、GMO コインかなんかで、ね、やってましたね。なんかイベントかなんかをね。うん。GMO コインが、なんと、JTB の旅行券10万円分、全く真似しておりました。うん。多分ね、GMO コインの方がね、私のこのね、ビットマン TV の専属大会の、これ見たはずです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の方が JTB の10万円分の旅行券、早かったです。で、すごくないですか？だって、皆さん考えてみてくださいよ。GMO コインでのイベントごとみたいな感じでやってたんですよ。あれって、多分人数結構多いと思うんです。だけれども、ビットマン TV ですよ。わかりますよね。このコミュニティの中でやる大会の中で JTB 旅行券で、私さっき言いましたけども100名様にね、やっぱり行きたいと。で、例えば大会終わる時に100名様だったと、ちょうどわかります。うん、100分の1を100分の1をというか、まあ、言っちゃうと取引高を達成しないと、もらえないんで、商品環境ね、参加してくれるだけでも、さっき言ったお人数様のカウントにはなりますから、もう参加してくれるだけでも嬉しいです。参加してくれるだけでも嬉しいですから、よろしくお願いいたします。はい、ですからもう下手すると何十分の1かぐらいのレベルで、この JTB の旅行券とか、こういったルブタンの靴とかね、プレステ5とか金のブレスレットとか、ウルフギャングであるとか、スイッチであるとか、こういったもの当たりますから、よろしくお願いいたします。楽しい大会ね、やっぱりね、やっていきたいなというところでございます。で、これ言いました、80名様をね、超えていくと、総報酬額が1万テザーに跳ね上がります。で、その際は、あちら、増えていったね、4000テザー分の総報酬金、4000テザー分は全部商品に回していきます。まあ、賞金じゃなくて商品、物です、物。うん。やっぱり、クリスマスでね、やっぱり、皆さん、もう、より多くの方に商品をゲットしてほしいというふうに思っておりますから、ここはよろしくお願いします。で、あと一つ、昨日も言いましたけれども、ビットマン TV 個別でね、また準備しますから、もう最低でも、参加してくれた方の半分の方には、何かしらがお手元に届くような形にしたいなって、マジで思ってるんですよ。マジで思っておりますから、よろしくお願いします。で、あとは、あちら、トレードがね、別に特に上手くないんだよという方も、今回はね、一ついいですか？前回大会は、収益率と収益額だったんですよ。うん。ランキング、がね、言っちゃうと、しかなかったと。うん。商品とか賞金がもらえる対象が、収益率と収益額。だけども、今回は、取引高も入れました。取引高も入れておりますから、まあ、言っちゃうと、収益率とか収益額で勝負できなくても、まあ、あれですよ。取引をね、たくさんしてくれた方が、言っちゃうと取引高、こう、ぐーっと上に上がってくるわけじゃないですか。うん。利益が出た、利益が出ていないと関係なしにね。だから取引をよくしてくれた方にも、こちら、商品ですよ。ここを、やっぱりお配りしたいなというふうに思いましたから、トレードね、上手いとか下手とか関係なしに、ね、うん、一つこう、そういった意味でも、取引をしてくれれば、こうもう、商品がね、渡る可能性があるような状況にはしておりますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。下手だとかね、上手いとか関係なしに、皆様にチャンスがあるようにしたいなというふうに思ったんで、ここはね、よろしくお願いいたします。はい。で、あと一つごめんなさいね、話長くなっておりますけども、ここ、頑張ると言ってる時点でってやつですね。これが昨日私がね、思っていきなりつぶやき出したものでございます。で、その下に、KCGI ですね。はい。ビットマン TV の専属大会は、あちらでございますよ。11月19日に終わるんでございますけれども、その後、11月の21日、ここスケジュール書いてます。21日から、だからすぐ終わった後です。うん、まあ、パーティーみたいな感じですね。ビットマン TV の大会は。うん。その後に、取引所の大会があります。11月21から12月19日まで、ワールドカップに合わせてね、開催をするということで、長丁場になっております。この期間、取引所の大会があります。KCGI ですね。で、ビットマン TV チーム作りましたから、もしね、まあ、もしよろしければというか、ぜひともね、皆様にこのチームビットマン TV の、として、一緒に戦っていただきたいなというふうに思っております。これは、11名以下だと、チーム解散してしまうんですよ。ですから、もしよろしければね、こちら参加していただきたいなと、で、ここは、個人戦とかではなくてチーム戦ですから、私ビットマン TV とね、一緒に肩を組んで、うん、世界大会です。これは世界大会。だから、世界のね、チームをバッタバッタと投げ倒していきたいなというふうに思います。前回大会は、世界で8位でしたからね、ビットマン TV チーム。世界で8位でございましたから、今回はナンバーワンをね、ナンバーワンを目指していきたいというふうに思っておりますので、ぜひともね、こちら、皆様のお力、こちらに関しても、皆様のお力を借りたいというふうに思っておりますので、ぜひとも、よろしく、ぜひとも、よろしくお願いいたします。はい。で、こちらはね、
あの、ビットゲットさんの方に入っていただいて、KCGI というところを押していただいて、うん、チーム検索で、ビットマン TV という風に、チームビットマン TV です。チームから、あの、検索していただければ、チームビットマン TV という風に検索していただければ出てくるかなという風に思いますので、よろしくお願いいたします。ここですね、KCGI のページ開いてみて、チームに参加するっていうものがあると思いますから、ここを押していただいて、チーム参加するというところを押していただいて、ここですね、検索バーがあります。はい、ここでございます。はい。検索バーのチーム名を入力してくださいというところに、チームビットマン TV という風に入れていただいたら、出てくるような形になりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ここはね、皆さんで肩組んで頑張っていきましょう。はい、これ言いましたけども、昨日の敵は今日の友みたいなね形でございます。うん、あの KCGI とビットマン TV の大会は被らないので、ですから2つともね、やっぱりこう2022年の年末にかけて楽しんでいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんで賞金、あの KCGI は賞金がメインです。うん、お金がメインと思いますから、賞金をねゲットしていきましょう。ビットマン TV の大会は、まあ、ある程度商品がメインになる、あのお金も用意してますけども、物がねメインになるかなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いやー、でもね、あのさっき言ってましたけど、めちゃくちゃ高確率だと思いますよ。これがね、80名様超えて1万テザーとかになったら、うん、プラス60万円ですからね。プラス60万円の商品が追加されますので、もう上位の方はもうどの商品選ぼうってね、多分なると思います。よろしくお願いします。はい。あの、1位の方から選んでいただくような、うん、用意している商品から1位の方から選んでいただくような形になります。だから、あの、取引所みたいにね、もう1位の方はこの商品ですよって決まってないですから、本当に皆様が好きなものを選べるような状況にしたいと思いますので、1位の方から選べるような状況になりますから、ここはよろしくお願いいたします。はい。で、行きましょう。はい。まずは、お一つ、重要ニュースね、お一つだけです。チェインリンクのね、話が出ておりました。海外ニュースですから、一応翻訳しときましょうかね。はい、ここ。最近ね、チェーンリンク、リンクの話が、やっぱりこう、ポツポツ上がってきていると、うん、いうところ。これ前もありましたもんね。いきます。チェーンリンクのクジラが市場をハイジャックし、リンクの価格と取引を大幅な高値に押し上げているということですね。いきます。クジラの投資家はブロックチェーンオラクルネットワーク。まあ、オラクルっていうのは何かって言ったら、オラクルっていうのは、言っちゃってこう、仮想通貨業界とその外部をつなぎ合わせる。っていうものがオラクルというものとしてイメージしておいてもいいかなという感じ。わかりますね。このブロックチェーン業界、ブロックチェーンですね。ブロックチェーンと、それ以外の部分。うん。それ以外の部分をつなぎ合わせるというものがオラクルという意味。うん。で、オラクルネットワークのチェーンリンクのネイティブトークン、リンクの価格のラリーをね、先導していると、クジラが。で、サンティメントのデータによると、リンク市場は33件以上の取引が100万ドルを超えるため、週末に4ヶ月で最も高いクジラ活動日を迎えたと。で、ブロックチェーンデータ分析プラットフォームは、大規模なクジラ活動が時価総額で24位の暗号の価格を数回8ドルレベルから買ったとツイートで説明した。まあ、購入したということですね。8ドル付近で。で、リンクは現在、コインマーケットキャップのデータごとに、うん、過去1週間で 6.7%、うん、上昇して約 7.6 ドルで取引をされている。だから、今ぐらいの値打ちで、まあ、クジラが言ってたと購入して、どんどん購入してるよっていうことですよ。で、リンクの強気な価格行動は、チェーンリンクオラクルネットワークの裏側で採用され、より採用されていますと。で、このネットワークは、アービトラム、アバランチ、BNB チェーン、そしてイーサリアム、ポリゴンを含む5つのブロックチェーンにわたる3つの新しいサービスの12の統合をね、発表したと。で、チェーンリンクネットワークは、だからまあ広がっていってるってことです。あちらですよ。利用価値が広がっていってるみたいなことでございましょうね。で、チェーンリンクネットワークは待望のステーキング機能も展開する予定、まだですね、展開する予定ですと。で、リンク保有者が今年後半に発売された時にステーキングに参加する資格を確認するためのプラットフォームが立ち上げられましたと。で、一方、このネットワークは、トレードファイ企業との統合にも進出。このネットワークは、国際的な金融メッセージングプラットフォームのスイフトとのパートナーシップにね、達しましたと。ほう。で、パートナーシップにより、スイフトは、チェーンリンクの最初の概念実証で、クロスチェーン相互運用性プロトコルを運営しています。ということでございますね。で、強気の暗号は唯一のリンクではないと。どういったことか。より広範囲な弱気な暗号市場の感情にも関わらず、いくつかの資産は最近印象的に機能していると。まあ、同時コインもね、その一つであるということでございますね。で、イントゥーザブロックのデータによると、ミームコインは過去、まあ、この同時コインですよ。1週間で、もう2倍、98.5%、やばいですね、これね。98.5% 上昇し、同時保有者の 62% が利益をね、上げましたということでございますね。で、この割合は、それぞれ、利益の保有者の 54% と 57% を持っていたビットコインと、エーテル、まあ、イーサリアムのね、両方を上回っている。まあ、とにかく、1週間で同時コインが爆発上昇しているよということ。まあ、でもこれはね、ツイッターに絡みがある、イーロンマスクさんのおかげですよね。どう考えたってね。で、次行きましょう。一方、上位2つの暗号資産リーダーである、ビット
ットコインとイーサリアムは、うん、先週それぞれ 7% と 20% 上昇してると、まあ上昇率は高いですよ当然ね。でビットコインは約$22,065で取引をされ、まあこれはね昨日、まあ今日の朝方でしょうか、 FOMC、 まあ利上げ 0.75% だったんだけれども、あちらですよね、まあパウエル議長の発言が、まあいい方向で捉えられなかったというところでございますね。高派的な意見として捉えられて今グリグリ落ちてきているところでございます。うん、取引されイーサリアムは執筆時点で$1,534で取引、うん、暗号市場のさらなる回復によりリンクは8月に最後に到達した9ドルレベルを超える可能性がありますと。しかしいいですか、価格は、去年の5月 52.82 ドルつけてたんですよ。ここにはまだまだ程遠いということでございますね。だからこういった風にね、海外のニュースやっぱりよく出てきてるんですよ、最近。ほんとリンクが。よくちょっと目立つんで、ありかも。マジで。うん。マジでありかも。うん。日本のね、ニュースではあんまり出てこないでしょ、こういったニュース。リンクが採用されまくってますよっていう、こういった深いところまでは出てこないんで、ちょっとこれ今日本語表記されてますけども、翻訳で、こう出してますからね。リンクちょっと、長期保有目的で、持っていてもいいかもねってのはちょっと、ビットバンクでこういう運は強いんですよ。ぶっちゃけた話。だから、例えばソルとかね、空いたものですよ。ソルであるとか、あとはほら、あちら、ごめんなさい、BGB とかね。まあ、それ以外にもあると思うんですけども、そういったもの、あとはサンドとかね、ああいったものもそうなんですけど、なんか取り上げるものが、まあ、これまあ、どの方もそうかな。ちょっとこう、気になるな、よくね、やっぱりニュースでパーッと上がってきていて、気になるなって思ったものが、やっぱこう、よくね、この配信なんかバーッと伝えていると、本当にこう、バンバンバンとね、ちょっと時間はかかるかもしれないですけれども、何かしらのタイミングでパンパンって上がっていくこと結構やっぱ多いんで、回数的に言うと、うん、一つリンクはね、ありなんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、買う、買わないはね、個人のね、当然、お金でございますから、まあ、自由でございますけれども、まあちょっとこう少量でもこう買ってみてもねいいかもなっていうふうにはちょっと私ビットマン TV の中ではしておりますから、まあ一つまあ買い煽りとかではないんですけどね、まあ一つ意識はねしておいてください。海外のニュースで、クジラが買い集めてるんだなーというね感じ、価格はまだあんまり反応がないよねっていうところはちょっと意識をしてみてくださいということでよろしくお願いいたします。マティックとかもそうでしたもんね、バリーッと上がってきましたもんね。あまりほら日本の方では取り上げられていなかった時にこう紹介をしていて、マティックであると本当にソルとかね上がってきておりましたから、ちょっとリンク仲間に入れてもいいかもねっていうところはよろしくお願いします。またねこれ前から言っておりますけども、新通貨ご紹介ね、年内にちょっとこう何かあれば、やっていきたいなというふうに思いますから、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のご案内、またまたね、長くなってしまいましたよね。私、YouTube 配信しようとね、今日もね、単独で行こうと、ちょっと短めに行こうと思っていたら、話し始めると止まらなくなってしまう。ごめんなさいね、よろしくお願いいたします。で、あとは、ビットマン TV の専属大会、本当にお願いいたします。そして、KCGI も本当にね、お願いいたします。皆様のね、ご協力が必要になっている時でございますので、本当にわがままになっているわけでございますけども、よろしくお願いいたします。はい、そして行きましょう、行きましょう。本日の、チャーとまね、パパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします、お願いいたしますと一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開をしていきたいと思います。今日はちょっとね通貨数多めでいきましょう。ビットコイン、イーサリアム、 IOSD、 そしてマティック、そしてシデンですね、 SDN、 シデンネットワークのシデン、あとは最後締めくくるのは先ほどニュースでもありましたリンクでいきたいというふうに思いますので、皆様、祝日のビットマン TV のチャート分析ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグゴー、お願いいたします。お願いいたします。はい。で、シデンネットワークね。これは、2日前だったかな。エビテンさんと、ポストプライムで、ご招待いただきまして、エビテンさんのね、MC をやる、ポストプライムの公式チャンネルの方にご招待いただきまして、SDN、シデンネットワークが、ちょっと、ビットマン TV 気になるよというところでお伝えさせてもらいました。聞いてない方はね、今回で聞いてみてください。お願いいたします。で、まずはごめんなさい。行きましょう。ビットコインですね。行きまーす。ビットコインなんでございますけれども、はい、こちらでございますね。ただいまの価格が2万と310ドル付近をね、推移しているような状況になっております。冷やしてみておきましょうかね。うん、こういった形。はい。まあ、状況としたらね、やっぱりこう、明日、には、雲上に乗っかっていってほしいと。雲上にね、乗っかってくれれば、三役好転ということで、より一層ね、上を目指しやすいような状況にはなるんじゃないかなというところでございます。ですから、冷やしレベルで言うならば、明日以降、まあ、明日以降ですよね。この弱気雲の上端値が、2万と、どこまで下がってきてるかな ?2 万と、450、500ドル付近まで、落ちてきていますから、2万500ドル以上でね、明日以降、こう、決着を、まあ、ロースカッシュを確定してくれれば、上をぐっとね、狙いやすくなるような状況になるんじゃないかなと。で、なかなかね、この日足の雲が意識されていて、雲をね、上にブレイクすることができずに、そして昨日のね、FOMC の流れのまんま、同じですよ。雲が突破できずに、今のね、一応うろちょろしてると。まあ、ただ、一つプラスの要因としたら、まあ、2万ドルね、まあ、まだ割り切っておりませんので、
そこはプラスな要因かなというところで、あとはね、昨日は FOMC 前にね、配信でも言ったと思うんですけども、三角持ち合いを作ってたんですよ。三角持ち合いを作っておりました。で、三角持ち合いを作っていて、それをね、一旦上にぶっと上に振ってきてからの下割れを起こして、三角持ち合いを下に、割れ込んでしまいました。で、予想以上にね、粘ってますよね、言っちゃうと。うん。一時、ね、安値をつけていた、直近で言うと、もう本当に2万ドル、うん、2万と30ドルとか40ドルあたり、このあたりぐらいまで落ちてきたんですけども、やっぱり2万ドルという節目ラインがね、かなり意識されているのかな。ここで、ある程度買い支えが入って、また上を目指す展開になっております。ですから、なんとしてでもね、直近で三角持ち合いのレジスタンスラインがまだいますから、これぶち抜いていけばね、ドルベースでいくならば、どうでしょう、2万と400から500ドル付近、やっぱりそこを超えていければ、冷やしレベルでの雲上、乗っかりも相重なりまして、上を目指していけるんじゃないかなと。ただ4時間で雲のね、上端値がもう、これ上がってきちゃっておりますから、それを加味するならば2万と700ドル、うん、FX 関係でちょっと勝負をしていきたいなって思う方、ある程度安心した上昇でね、見ていきたいなと思う方は、2万700ドルを抜けていけば、日足でもいい形、4時間でもいい形がね、発生してくるんじゃないかなというところで、上をね、より一層目指しやすくなる展開に、ね、なるでしょう。2万700ドルを超えていったら、やっぱり直近高値の2万1000ドル、ここでの、少量利益確定はね、推奨で、2万1000ドルを明確に実体部分として、ヒゲではないですよ、実体として超えていけば、2万1800ドルという次の壁にね、アタックをしてくるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つ意識をしておいてください。で、相場がね、強気の方にやっぱり傾いていくのは2万2700ドルでしょうね。このあたりを、この値打ちを超えていければ2万2700ドルから2万5000ドル付近、そして2万5000を抜けていけば、もう3万ドル手前、2万8000ドル付近までぐっと上がっていけるようなね、力がやっぱり生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますので、相場が強気に傾く、うん、一つの重要なラインは2万2700というふうに意識しておいてもいいでしょう。で、そこを抜けていったら2万5000ドルで、抜けていけば2万8000から、まあ、3万ドル付近まで上がってこれるような強い上昇がね、起こる可能性がありますよっていうのはお伝えをさせてください。まあ、とにもかくにも直近で言うならば、まあ、2万ドルを割れ込まずになんとか粘り倒しておりますので、2万と少なくとも2万500ドル以上でローソク足を確定してくれれば、やっぱり日足でね、三役好転という状態になりますので、4時間の雲上端もあまり意識されずに、だから2万700ドルもあまり意識されずに上をぐぐぐっと狙っていくのね、流れが来ると思いますが、2万500ドル以上をつけてきた時には、短期 FX ではちょっとこうロングインをね、考えてみてもいい値位置かも。で、より一層安心したい方は、さっき言ったように4時間の雲を全部抜けてから2万と700ドルをつけたあたりぐらいでロングインをして、2万1000ドルからの2万1800を狙うような流れでね、やっていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、あとはどうでしょうね、日足の雲がね、やっぱりある程度支えとしてかなり意識されてますから、やっぱ19500ドル、もしロングインするんであれば19500ドル付近を割れ込んでしまうと、やっぱり日足の雲下割れを起こしますので、これは18000ドル、まあもう消しましたけれども、ピンクのね、レンジを作ってたんですよ。下は18200ドル、うん、という形でレンジを作っておりましたから、18000ドル前半ぐらいまで落ちてくる可能性があります。19400から500ドルぐらいをね、下に抜けてしまうと18000ドル前半をまたもう一回つけに来る可能性がありますから、ここは注意、うん、そうなると雲のね、形が次レジスタンスとなる可能性がありますから、下に抜けて戻ろうとした時の戻り売りで、下落を狙っていくみたいな形で戦略を一つね、立ててもいいかもしれません。はい、まあとにもかくにも2万500ドル付近で入る方は19500ドルを割れ込んだら、さらなる下落に巻き込まれる可能性がありますので、損切り対象の値打ちとしては19500ドル付近でございましょう。はい、じゃあ次行きます、次行きます、次はこちら行きます、行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格1550ドル付近をね、推移しているような状況。はい。で、今ね、イーサリアムに関しては、史上最高値から引っ張った、レジスタンス、まあ、トレンドラインですよね。この黒い右下がりのラインを、まあ、うまく突破をしてきているような状況でございます。で、この通貨に関しましてもね、まあ、日足の雲の上にギリギリ乗っかったんですけれども、やっぱりこう、FOMC であるとか、そういった利上げ関係の話がやっぱりあって、りまして、まあ、ビットコインに釣られてね、やっぱりこう落ちてきている側面があると。で、その流れの中で、まあ、日足では雲上に乗っかってるんですけども、4時間で直近見てみると、いいですか？うん。一旦ね、雲上に4時間も乗ってたんですよ。だけれども、高値切り下げ、安値切り下げの下落の平行チャンネルをね、直近の動きでは作っているような状況ですから、次大きな価格変動、まあ、大きな価格の動きが出てくるのは、この下落の平行チャンネルを上にブレイクしていってから、そうすると、4時間の雲もね、上にブレイクするような形になりますので、価格上昇のキーポイントは1600ドル付近かなという感じ。だから1600ドルあたりをつけてくれば、下落の平行チャンネル上突破、雲も上端値抜けという形になりますので、1700ドルぐらいまでね、狙ってこれるような形にはなってくるかなというふうに思いますので、ここは一つロングポジションを取っていく一つの値位置かなと。で、あと
はその細かい動きを取りたくない、もう細かいのは嫌だという方は1700を超えてからがいいでしょうね。1700ドルを超えていったら邪魔になるものがないんですよ。週足の中期の移動平均線がちょっと邪魔になるかなぐらいなんで、2300ドルあたりぐらいまで上がってこれる可能性がある。昨日はね3000ドルって言ってたんですけども、その間にちょっと雲がね降りてきてますから壁になるかなと思います。だから1700ドルを超えていってからロングポジションを作り上げて、まずは直近高値の2000ドル、ここで少量利確、そしてその後に2300ドルをね狙っていくような流れがまあ出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、2000ドルを超えていければ2300ドルでございますので、まあ、押されるは押されるでしょう。2000ドルで。だから、そこではね、他にポジションを構築している方々と同じように、やっぱり利益を少しでもゲットしておかないといけないので、玉量を落としてね、ちょっとチャレンジしてみる。で、落ちてきて、もう一回1700ドル試してくるんであれば、あちら、玉量例えばね、反発狙いで増やしていって、またもう一回2000ドルでちょっと利益確定をしていくみたいな形。で、あとは、まあ、2300ドルぐらいまで狙っていく玉量を守ってね、ここでの、まあ、手締まい。で、この中期の移動平均線上乗っかってきたら、もう、壁はね、まあ、週足レベルですから壁がないので、2000ドル前半ぐらいまで、上がってこれる可能性があります。そうなるとかなり様子はね、良くなってくるでしょう。はい。まあ、イーサリアムのね、トレンドがやっぱりどうでしょう、変わってくるのは、まあ、これも一緒かなっていう感じがするんですけれども、やっぱりこうね、直近での高値2000ドルをやっぱり超えていくことがまず重要。まあ、その前に1700ドルをね、超えていければ様相としてはかなり良くなってくるかなというふうに思いますので、一つのポイントでじゃあ1700ドル。1700ドルをとにかくね、意識をしておいてくださいということでよろしくお願いいたします。1700から2000ドル、直近高値2000ドル、そして2300ドル、週足の中期の移動平均線、それをクリアして、ようやく3000ドル付近にチャレンジできるような流れが出てきますからよろしくお願いいたします。はい。で、あとは、下に関して言うならば、やっぱりね、1280ドル、ここは、もう固くね、意識はされてくるかなと思います。レジスタンスからのサポートとしてもかなり、意識はね、されてるかなと思いますので、現物購入したい方は1280ドル。うん。ここでの現物購入は推奨。で、もしそこを割れ込むと、コロナショックから引かれている右上がりのサポートラインが1100ドル付近に待ち構えてますから、押し目買いポイントは1100ドル付近としてね、意識はしておいてください。現物購入したい方は1280、落ちてきたらですよ。1280、もしくは1100ドル付近がね、まあ購入としてはいい値打ちなんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。FX 関係で勝負したい方は少なくとも1600を超えてから、安心したい方は1700超えからがいいでしょう。はい、で次行きます。次はこちら行きます。次はこちらですね。行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。行きまーす。はい。IOST ですね。見ていきましょう。IOST なんでございますけれども、ただいまの価格が、0.0115 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しましては、いいですか?かなり広い。もう週足レベルで見たらわかると思います。去年の9月あたりから、下降ウェッジをずーっと作り上げているんですよ。で、なんとか今ね、0.01 ドル付近をサポートとしてちょっと横ばい移動に、移り変わっていったなというところ。で、まあ、そこを加味するならば、いいでしょうか。まあ、力強くね、上がっては来てほしいんですけれども、上がってくれればね、上がってくれれば、やっぱりこの中期の移動平均線であるとか、長期の移動平均線、まあ、このあたりが邪魔になると思うんですけど、0.02 ドルあたりを超えていけば、0.03 ドル付近まで、こう力強くね、狙っていけるような動きが出てくるんじゃないかなと。だから、まあ、上がってきてるからといって飛び乗りはちょっと注意。FX 関係はやっぱり下降ウェッジを超えていってからの 0.02 ドル付近を超えていってからのロングインで、0.028 ドル付近をね、狙っていく。このフェーズをまず一旦は取っていくっていうことを意識しておいてもいいかなというふうには思います。OK でございましょうか。で、日足にちょっと落としておきましょう。はい。やっぱり、この下降ウェッジをね、上にブレイクしていくまでに、日足の雲であるとか、長期の移動平均線が邪魔になっているんで、どうしても上がったとしても、圧力で押されて落ちてくる可能性がありますから、やっぱりさっきのね、方針としては、下降ウェッジを上に抜けていってから、抜けていっても中期が邪魔になるんで、0.02 ドル付近を抜けていってからの 0.028 を狙っていく流れがね、いいかなというふうに思いますので、ここはね、共有はさせてください。で、まあ、この流れのまんまね、下降ウェッジを横ばい推移で抜けていく可能性も、まあ、なきにしもあらずなんですけど、その際は、やっぱり大きな動きが出てくる可能性が少ないと思うんですよね。下降ウェッジを抜けてくる、力強く抜けてくるっていうのは、やっぱり両ファンダが入ってきた時だと思うんで、この、高値を結んだラインね、いわゆる下降ウェッジのレジスタンスラインを横ばい推移で抜けていったとしても、ちょっとロングポジションを構築するのは待った方がいいかも。やっぱり上をね、押さえつけているものが多いんで、それは雲であるとか、移動平均線であるとか、そういったものをちょっと表示して、一番上にある移動平均線を突破してから入っていく。もしくは、移動平均線の距離があるんであれば、直近の移動平均線を抜けていってから、ちょこちょこ細かく利益確定をしていくという戦略をね、立てていくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、IOST もね、プロジェクトとしては、特に、
あれですよ、終わったわけではないと思いますので、やっぱり今どの通貨に関しても、ですよね、地合いとしては当然悪いところがあると思いますから、まあね、後々の上昇ね、期待して、まあどうでしょう、現物、今ね、0.01 ドル付近ですから、現物をね、買っていく値打ちとしても、あらかた意識しておいてもいいんじゃないかなっていうところはあります。はい、やっぱり最安値付近にね、今いますので、ちょっと雲消しましょうか。最安値付近をずーっとうろちょろうろちょろしているような状況、まあこの付近ですよね、うろちょろうろちょろしているような状況ですから、現物を買いたい方は、特にね、悪い値打ちじゃないんじゃないかなというふうに思います。もともと、レジスタンスと、サポートとしてね、ごめんなさい、機能していたところを、まあ、薄くですけども、レジスタンスとして機能して、抜けていってからの大相場が入っていったという場所でございますから、0.01 ドル付近はね、やっぱり、現物購入としては、特に悪い値打ちじゃないかなというふうに思いますので、意識はしておいてください。広い範囲で言うと、下降ウェッジ作られてますから、大きな動きが出てくるのは 0.02 ドルあたりを超えていってからでしょう。よろしくお願いいたします。はい、で、次行きます、次行きます。次は、マティックをね、見ていきたいというふうに思いますよ。行きまーす。はい。月足、週足でまず見ていきましょう。マティックなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.97 ドル付近をね、推移しているような状況。で、この通貨に関しましては、月足で入れてもいいかな。ちょっと一旦入れましょう。はい。わかりますよね、こういった形。はい。安値切り上げ、高値一定値。高値は 1.04 ドル付近で一定値。アセンディングトライアングルを月足レベルで確認することができます。で、週足でも同じです。はい。一時はね、このフェーズで作ってたんですけど、下割れ起こしました。だけれども、ある程度買い支えがいて上をぐっとね、狙っていくような状況。またまた、週足レベルでも安値、切り上げ。高値はまだね、届いてないんですけども、おそらく 1.05 ドル付近で押されてくるでしょう。アセンディングトライアングル形成にね、入る可能性があります。OK でございましょうか。で、まあ、このね、短い黒は消しといてもいいかなと。だから月足週足レベルでアセトラ形成してますから 1.05 を抜けたら大きいでしょうっていうのはまずお伝えさせてください。で、日足レベルで見ていくならばいいですか、こういった形。うん、一旦ね、一旦ですよ、一時この場所でレジスタンスとして機能していたラインがあるんですよ、ここ。はい、レジスタンスとして機能していた、まあ、0.65 あたりでしょうか。 0.65 から、まあそうですよね、価格帯的に言いましょうか、 0.68 とか、うん、このあたりである程度、左側ね、この左側ですよ、レジスタンスとして機能しておりました。で、それが反転わかると思いますけど、ある程度この価格帯 0.6 ドル後半から 0.7 ドル付近が、サポートとして機能しているような状況になっていると思うんですよね。うん、サポートです。大体価格帯としてですよ。0.7 ドル付近がサポートとして機能しておりますから、まあ、0.7 ドルって言っておいてもいいかな。0.7 ドルが、今、レジスタンスからのレジサポ転換線になっております。OK でございましょうか。ですから、この間でね、サポートは 0.7 ドル。上に関して言うと、1.05 ドル付近で抑えられておりますから、日足レベルで言うと、ボックスを形成しそうにもなっている。というところ、があります。OK ですね。月足、週足はアセンディングトライアングル。日足はボックス形成をしようとしておりますから、まず、まあ、どうでしょうね。二つの目線をね、見ておいてもいいかなと。一つ目は、だから、ここ、アセンディングトライアングルを意識する方がいると思いますから、0.83 ドル付近で、このアセンディングトライアングルのサポートラインでの購入で反発を狙っていく。下に割れ込んだとしても 0.7 ドルが結構ね、このレンジの形ということで反発ポイントとしては機能してくる可能性がありますから、 0.83 と 0.7 ドル付近で FX 関係はロング構築をしていってもいいかなと。ただし 0.7 を明確に割れ込んでしまうと下にバリッと走る可能性があります。うん、次はこの大きなレンジをね、意識する方がもしかしたらいるかもしれませんので、かなりの大幅下落が起こってくる可能性がありますから、0.83 と 0.7 ドル付近でロング構築をした方は 0.7、まあ、68ドル付近をね、割れ込んだらさすがに撤退をしないとまずいかなというふうに思いますので、 FX 環境をやる方は意識しておいてください。で、あともう一つロングをね、構築していく場所は 1.05 ドルを超えていけば、その上に、ほぼほぼ壁はなくなってくるんじゃないかなというところ。うん、週足がちょっと邪魔になるかな。週足の中期の移動平均線が 1.2 ドル付近にいますから、1.05 ドルを抜けていったら 1.2 ドルで部分利確、その後は 1.47 ドル付近まで力強く上がってこれる可能性がありますから、ここは期待をねしておきましょう。 1.47 はこのバカでかいアセンディングトライアングルの幅分ぐらいだけ上がってこれるんじゃないかなというふうに思いますので、最終利確ポイントは 1.47、 1.5 ドル付近でしょうか。このあたりを目標としてもね、いいかなというふうには思います。その前に 1.2 ドル付近でちょっと押される可能性がありますから、利益確定ポイントは 1.2 ドル付近を、一つ意識しておきましょう。はい、で、まあごめんなさいね、話がいろいろ難しかったかもしれませんけども、週足、月足、アセトラ、日足、ボックスですから、2つが意識される 0.83 と 0.7 ドル付近でのロング構築で、は一つありかなと。で、 1.05 を抜けていったら、上に一気にね走っていく可能性がありますよっていうのは押さえておきましょう。はい、で、次行きます、次行きます。次は市電ネットワークね、見ていきましょう。SDN でございますね。どこにいるかなということなんでございますけれども、もうちょっとかな。SDN あるかな。ありました。はい、こちら。いきまーす。SDN なんでございますけれども、これは、ただいまの価格 0.3938 ドル。で、エビテンさんとね、コラボさせてもらった時に言ったんですけども、この、SDN の、まあ、ピンクのボックスを作っているような状況。で、今、もう少ししたらボックスを上にね、抜けていくような状況になります。これ抜けていけば、いいですか？かなりね、強いね、動きが復活してくる可能性がありますから、ここは一つね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。で、SDN はね、あちらでございます。この前、ほら、NT
NTT、ドコモと提携をした、ものがあったじゃないですか。ごめんなさい。話、名前ど忘れしてしまいました。うん。それと姉妹通貨ですから、やっぱり今価格がちょっとずつ元気良さが出てきているのかなと。で、まあ、動きとしたら、日足の長期がね、ちょうどこのボックスの、上端値にいるんで、0.4 ドルあたりを明確に抜けていけば、いや、これ下手すると 0.7 ドル、7ドルぐらいまで狙っていけるような動きがね、出てくる可能性がありますよっていうのはお伝えさせてください。よろしくお願いいたします。うん。だから、そうですね。月足もいいんですよね。短期の上に乗っかってますし、ね、2ヶ月連続で陽線終了してますから、ちょっと今月も陽線終了するようであれば、本当に 0.7 ドルぐらいまで価格復活で戻ってくる可能性がありますから、ちょっとこれはマジで期待をね、しておきたい通貨の一つになっておりますから、うん、よろしくお願いします。ですから、まあ、短期 FX で入りたい方も 0.4 ドルを超えてからがいいかなと。で、現物買いをしたい方も、まあ、現物を買ってね、FX とかじゃなくて現物を買って、まあ、ちょっと長めに持って価格上昇を期待したい方も、特に悪い値打ちではないかなと。これぐらい長い間、うん、今年の6月あたりからずっとレンジ組んでいて、それをようやく実態で抜けそうになっているんで、大きな動きがね、出てくる可能性がありますよと、うん、長期の移動平均線もオールクリアしそうな形になっておりますから、楽しみな相場が来る可能性がありますよというのは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。 0.4 から 0.7 がね、うん、一応目標価格でございましょう。はい、で次いきます。今日の最後ですね。今日の最後はリンクを見ていきましょう。リンクですね。いきまーす。リンクなんでございますけれども、ただいまの価格が 7.895 ドル、まあ 7.9 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しましても、まあちょっと広い目線なんですけど、安値をやっぱり切り上げているような状況です。ちょこ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 。だから、買ってくる、まあ下着見るとね、下がるためにやっぱり購入はされているんかなと。クジラ様っていう風にさっきニュースで上がっておりましたからね、購入はされているでしょうと。で、まあ押し目買いラインとしたら、今の値打ちで行くならば、いいですか、ここ。6.7 から 6.8 ドル付近が、まあ、安値切り上げの押し目ラインになるでしょう。ですからここまで落ちてきたら反発狙いで短期 FX で、もしくは、長期的な目線で見た場合の現物保有の方もね、このあたりは値打ちとしては 6.8 ドル付近は、現物並びに FX 関係のロングインのポジションとしては一ついいかなというふうには思います。で、あとは高値に関して言うと、うん、一応ね、一旦はどうでしょう、まあ、こういった形で高値切り下げ、安値切り上げで、三角持ち合いを作ってたんですけど、それを抜けてきてからね、ここの陽線が出てると思うんですよ。この陽線がね、出てるんじゃない、この三角持ち合いを突破してきてから、陽線が出ているのかなというところ。ですから、で、上に押されているのが、日足レベルの長期ですから、やっぱりこの長期の移動平均線が間違いなく意識はされてるんですよね。それを加味するならば、いいですか、チャンスですよ。うん。日足でこの長期の移動平均線に乗っかった状態で、日足を確定してくれれば、やっぱりヒゲで押されてますから、明日の明朝9時に、これ、長期の移動平均線で確定してくれれば、上をグッと狙っていくような形がね、出てくるかもしれませんので、そこはね、一つ意識をしておいてください。ですから、長期の移動平均線上に乗ったら、短期 FX でも、うん、ロングインをね、ちょっと仕掛けてみても面白いかもしれない。で、もっと安心したいんであれば、9.64 ドルを超えていければ、ここはね、アセンディングトライアングル成立で上にパーンと跳ねていく可能性がありますから、もうちょっと安心したんであれば、ここの細かい動きで、ね、言っちゃった騙し上げで押されてくるのが嫌だなって思う方は、9.6 ドルを超えていってからのロングインがね、これは戦略としてはいいんじゃないかな。アセンディングトライアングルが週足レベルでも確定するような形になりますので、強い動きが出てくるんじゃないかなというところで意識はしておきましょう。はい、それではね、本日の配信は以上となります。そして、明日なんでございますけども、先ほども言いましたように、午後8時夜の8時からビットマン TV の専属トレード大会がね、開始されるような形になりますので、ぜひともね、皆様のご参加によっていろんなものがね、商品関係だとかそういったものが変わってきますので、ぜひともご参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、参加してくださってね、やっぱりこう取引をしてくれたら、商品がねゲットできるチャンスもありますし、ぜひともぜひともね、皆様のご参加本当にお待ちしておりますので、何遍も繰り返しになりますけども、よろしくお願いいたします。はい、でツイッターのトップにね貼っておりますので、ビットマン TV というツイッターを検索していただいて、トップに行って、トップの固定されたツイートに、大会用ページが、うん、貼っておりますから、そこを確認していただいて、アカウントをお持ちでない方は、ぜひともね、そちらの方でアカウント作成していただいて、ご参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日配信以上となります。またまた皆様、明日ね、週末金曜日でございます。またその次土日でございますから、祝日にね、なる方も多いのかなというふうに思います。最後の最後、うん、週末乗り切って頑張っていきましょう。それでは、次の配信でお会いしましょう。では。